サンフレッチェ広島のスタジオに行ってみよう。はい、ということでいよいよ始まりました。これよりですね、森崎スイーツと中地のエンジョイミーティングをお届けしまーす。あの、我々もサンフレッチェ広島のね、はい、今日だけは、あ、これからも、はい、皆さん、ご覧になりました、あのホームページや SNS で発信していますけれども、この辺りだとスリーカーチアナウンスの距離を取ろうのアナウンスもね、完全にこれ心の距離までも取られてんじゃないのかなってね、うん、それ元からなんじゃないですかね。ねえ、もうそういうプランがね、ちょっとケラル様にご協力いただきました。早くね、やってみてください。さあ、そして本日なんですが、ゲーム機 PS4、使用するソフトはエレクトロニックアーツより発売中の FIFA20、こちらを使用して行っていきます。全世界で大人気のサッカーゲーム、 J1 リーグも含む世界30以上のリーグ、700以上のクラブと1万7000名以上の選手が実名で収録されているということでね、まさに世界最高峰の戦いを体感できるこのソフトを使用し、各プレイヤーが対戦する様子を、まあ、サンフレッチェとしては初の試みでライブ中継していきます。はい、あの FIFA20、このリアリティ半端ないですよね。そうです ね、まあ本当すごいですし、なんかここに乗ってる選手たち羨ましいなって思いますけどね。自分僕も、乗りながら自分でプレーしたかったなと。昔はできたんですけどね、今の現役選手が羨ましいです。まあでもね、その、まあ、リアリティのね、リアリティあふれるその FIFA20 を元 J リーガーがコントローラーを持ってね、どうプレーするのか、これね、実際のプレーとやっぱり違いますね。はあはあ、なんかそのゲーム感とか出たりとかするとは思いますね。ある程度は出ると思いますけど、頭で思い描いてても、あの指がついていかないんですよ。このもうそこパス出したいと思ってても、違うカーソルを押してたりして、っていうのもあるので、まあイメージはあるけれどもついてこないんで、実際どうなのかっていうのはちょっと楽しみです ね、まあ、注目の戦い、ぜひとも皆さんご注目ください。では改めて本日の出場選手の紹介です。まずは森崎浩二。こんにちは。続いて森崎和幸。こんにちは、よろしくお願いします。そして中島浩二。こんにちは、お願いします。はい、ということでなんか久々になんかこのテンションでお三方の名前をね、このなんかドスの聞いた声でちょっと一人なんか飛び抜けてる感じありますけど大丈夫です。なんかすごい嬉しいですね。まあ以上3選手がこれから対戦します。そしてスタジオ DJ 実況、私工藤登録が務めさせていただきます。コール&レスポンスをねやっていきたいなと思いますので、ぜひあのちゃんとつぶやいていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、まず第1試合が、森崎浩二アンバサダー VS 森崎和幸 CRM で、あの浩二選手がサンフレッチェ広島のホーム、そして、勝さんがサンフレッチェ広島アウェーで戦うということなんですが、まあ、ゲームの中でしか実現しないサンフレ同士の対決、まあ、胸の真ん中にね、エディオンと書かれたユニフォームを着て森崎ツインズプレーしていただきます。解説は中島浩二さんです。そして第2試合が森崎浩二アンバサダー VS 中島浩二さんのダブル浩二対決となります。そして解説は森崎和幸 CRM。 この2試合をこれから行います。まあ、かつてねチームメイトだった元サンフレ選手の3人が e スポーツでガチ対決、果たして誰が勝者となるんでしょうか。そしてそれぞれの選手のプロフィールなんですが、森崎浩二選手は現役時代は狂気のレフティ、精度の高い左足からのミドルシュートやフリーキック、また前線への飛び出しが得意なゲームメーカーとして活躍され、2016年現役引退、現在はサンフレッチェ広島アンバサダーとしてサンフレ PR 活動をやっていらっしゃいます。ゲームの経験はこれ幼少期はファミコン、そして FIFA に関しては先日の EJ リーグで元 FC 東京石川直弘さんを破り1回戦突破果たしています。めきめき力をつけているという浩二選手。
続いて森崎和幸選手、現役時代はドクドルカズピッチ上の監督などと呼ばれ、頭脳的なパスでゲームを作る右利きのゲームメーカー。俺たちの誇り、俺たちのカズ。2018年に現役引退、引退後はサンフレッチェ広島クラブリレーションズマネージャーとして活躍されていらっしゃいます。ゲームのご経験なんですが、今日これ初めてされるということなんですか？はいはい。なんか気がするんですけど、不戦勝、これ不戦勝になっちゃうんじゃない？いや、それはそんなことない。そんなことないですね。もうガチでぶっつけ本番です。まあ、そのゲームセンスがありますんでね、カズさんね、はい、まあ、それが反映されるんでしょうか。そして中島浩二さん、2013年現役引退、サンフレで主に、豊富な運動量と読みを生かしたパスや、ね、パスカット、意外性のあるシュート、を得意とするボランチリベロとして活躍されました。現在は株式会社ベアフット代表取締役を務めていらっしゃいます。ゲームのご経験は、まあ、中学ぐらいまではやってたんですけど、まあ、そこから離れて、こういったことを配信していこうってなった時から、はい、結構家で子供とやってるんで、まあまあ指はもう自由に動くようにはなってきました。いい感じ。最初はもうね、この親指がもう痛くて痛くてしょうがなかったんですけど、まあ、今はその痛みも取れてるんで、ちょっと最初の処方よりは上がったかなぐらいに、ちょっと手強い強敵がね、はい、はい、中地さん参戦ということで、まあ、いずれにしましてもね、サンフレを何度も優勝に導いたレジェンドのお三方の戦いとなります。ちなみに今日は、勝利者賞をご用意しておりまして、先ほどスタッフがエディオン本店で買ってきたというね、これ炭酸電池4本こんなん何本あってもいいですからね。ちょっとこうミルクボーイ的な。そうですね、おかんが言うにはもう大体レジの横に置いてあるって。もっと華やかなものなかったのかなっていうふうに。いや、でも絶対もう絶対使えます。これも使えますからね、はい、はいはい、こちらご用意しております。そして負けたらなんと罰ゲーム。いや、これがきつい。滑る可能性も多いやん。カズ大丈夫なのかな。カズなんか心なし、なんか暗く見えてきたけど大丈夫ですか？我々フォローしませんから。いや、ちょっと罰ゲーム聞いてなかったですね。負けないように頑張っていただきたいなと思います。しんどいっす、メンタル的に持つか。で、今回、まあ、サンフレッチェ初の試みとしてお送りしていきますが、まあ、テスト生配信として、ね、お送りしていきます。不手際等あるかもなんですが、ご了承いただきたいなと。で、今回の感染症対策を、ね、今後、ね、感染症対策をしっかりしながら、皆さんに楽しんでもらえる企画として継続していきたいと思っております。チャットも、ね、もうすでにメッセージ入っておりますけれども、僕も出たいとかね、久しぶりとかね、こんにちはとか、書いてくれてますけども、チャットも生かしていきますので、参加してほしい選手とか実施してほしい企画なども随時募集します。リクエストなどもお待ちしております。ではそろそろ試合の方に行きたいと思いますが、最初の対戦はホーム森崎浩二 VS アウェー森崎和幸。双子の元 J リーガーが e スポーツで対戦するのは史上初かもね。ボクシングあんま聞かないですね。オランダのデブール兄弟以来ぐらいじゃないですかね。わかりますかね。はい、まあ、あんま聞かない、そんな双子対決となります。では、ホームの森崎浩二選手から意気込みお願いします。まあ、負けられないですね。やっぱり EJ リーグをね、経験してるんで、はあはあ、やっぱ数に負けちゃうと、もうこの e スポーツ参加できなくなるんじゃないかなというプレッシャーと戦わなければいけないかなと。なるほど、はい、思ってます、はい。一方、今日デビュー森崎浩二選手、意気込みを。いや、まあ、今コメントを聞く限りでは完全に多分僕のことを舐めてます。逆んと言わせてやりたいなと思います。ちょっとね、まあ、今日デビューなんですけども、はい、どこまでね、行くんでしょうか。ちょっと楽しみにしております。はい、では試合を始めていきましょうか。はい、はい、森崎ツインズと中地のエンジョイ e スポーツ第一試合、森崎浩二 VS 森崎和幸、まもなくゲームスタートです。基本的なルールなんですが、 EJ リーグにのっとって試合時間は6分ハーフとなります。難易度はワールドクラスでシングル戦での結果とします。同点の場合は、再試合でゴールデンゴール V ゴール制とさせていただきます。試合中の一時停止は5回ま で、 でもし通信が切れた場合は、後半始まってない場合は再試合、後半始まっている場合はその時点の結果とさせていただきます。そして、左側から右に攻めるのが森崎浩二選手、右側から左に攻めるのが森崎和幸選手ということです。ではいよいよ試合がスタートということなんですが、まずは、ホーム森崎浩二選手のボールで
キックオフです。さあ始まりました、解説は中島浩二さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、これあのツインズ対決なんですが、どのあたり注目でしょうか。いや、プレースタイルがね、はっきり出るのかなと思って、まあはい、数が本当にね、コントローラーあんまり触れてないんで、ね、イメージはあったとしても、はい、ね、プレー難しそうなんですけれども、まあ、実際のプレーとゲームやってみてどうなのかっていう辺がね、はい、面白みだと思いますね。その辺注目してみたいなと思います。はい、さあそんなカズさん、おカズボールを奪う、さっきより上手くなってる、チャンス、おっと、お右に展開、こっから、いや、こねた、こねて、おお、クロス上げてきた。いやー、意外、最初のね、攻め込んだの数だったんで、さっきまでの様子見てるとこんなにできると思わなかったんですけど、ね、立ち上がり入りいいですね、カズの方が。いや、これね、さあこちらも右に展開、ハイネロ使います、どういく、おお、いや、いや、ちょっとカズっぽい、あのディフェンスが、囲み込んであまり飛び込まずにしっかり、ね、ここもコース切ってますよね。やっぱりこうね、カズさんのサッカーをされてますね。一方コージさんもどんどん攻撃的に攻めてきます。コージはね、この顔面でいうと手前サイドですね。コージから言う右サイドの攻撃得意なんですよね、はい、サイド割って入るのが。いや、取ったボール、取ったボール、取ったぞ。一度外へ入れる、クロスを入れる、ちゃんと戦えてるな、カズ。カズはチャンス、あ、ちゃんとスルーパス出した。ドーグラス・ビエルからレナンド・ペライラ。あれ、なんか隠してたのかな、さっきまでの練習か、急激に伸びたのか。さあ、カーベからレナンド・ペライラ。ちゃんとやり直してる。はい、新8番、カーベ・ハヤオ。運動量豊富な選手です。いや、このね、細かいところが、ここはゲームの可能性が出るか。いや、やり直した、カズっぽい、カズっぽい、詰まったから一番強デビューとは思えない。まあでもこの縦パスがね、ちょっと奪われたくない感じでしたね、今ね、試合でもやっちゃいけないプレーですね、今の。あ、これスイッチ入った。さあ、おっちゃん右に展開。いや、今度寄せ、はい、カズの寄せ突破させない、切って挟み込む。いや、いいとこ入った。いや、これは、これは関係ないとこで行っちゃった。PK！ 我慢して、レッドカード、レッドカード、一発レッド、カーベ・ハヤオ。いや、我慢してたのに、これここで早速退場者が出ました。これはね、そして蹴るのはドーグラス・ビエイラ。これ画面にはね、相手には映ってないんですよね、このコースは。ゴー！ゴール！ゴール！タレムボールはサンフレッチェ広島、背番号9、ドーグラス・ビエイラ！ドーグラス！ドーグラス！最初1回目自分で言いましたね。誰も帰ってこないから、僕絶対言わないですからね。いやー、ということで、まずはサンフレッチェホームですね、森崎浩二選手が先制。いや、いい入りしてたんですけどね、カズね、うまくディフェンスしたんですけど、あー、ここはちょっと、これね、1点入って、浩二楽になったんじゃないですかね、この、ちょっと今年のサッカー、ショートカウンターも入れてきてますね、高い位置からね、ね、高い位置からボールを奪ってきます。カズだったら、ああいうね、高い位置でね、自陣では奪われないんですけどね、このゲームに限って言えばね。ハイデルクロス、このね、1人少ない、やっぱ右サイドのハイデルのとこね、起点ですよね、コージね、えぐってクロスもあるし、中に切れ込んでっていうのも、僕もこの間コージやってる EJ スポーツの試合見たんですけど、サイドからかなり切り崩してたんで、はあはあ、まあ、今もサイド使おうとしてましたね、いやー、これね、カズだったらやらない。おっと、森島からレアンドロ・ペレイラ。いやー、決めきれないか。
危ないシーンでしたね。これ絶対あの実際のプレーではカズやんないですかね、今のところね。でもこれ出ちゃうのがゲームの面白さ。さあ、大山。いやいいとこ狙ってたけど。しかし一人。うん、ね、いいキープ。おいい、いいとこ入った。アウェイサンフレッチェ。いや、カウンター。来た、カウンターから。ここでね、スピードアップできるか。うん、ドーグラスが。いやー。今ね、本当はね、コマンド的に、あの L1 とか、はい、R2 とか押せばスピード上げれたんですけど、ええ、今上げれてなかったじゃないですか、はい、そこがね、ま、ゲームのあの素人感出てましたよね。なるほどなるほど。このもどかしさ、あの見てる選手ダッシュしろよ、スピード上げろよって思ってたんですけど、あの辺できるようになったらねチャンスありそうですけどね。結構カウンターからねでチャンス作って、ああまたブロック作ってボールを奪いますよね、カズさんね。カズさんのサッカーです。こっから、こっから、うわ動き出したところに、そう、お中も空いてる、おお、いい、来たぞ、いや、あーあーあーこぼれ、惜しいか、ああ惜しいし、さあ一方1点先制しました。コージ選手右を使う、いやこれやべえ、うん、入ってくる。いやいいカット、このカバーは勝つらしい。あ、速いパス入ったよ、これさっき教えたんですよ。あ、そうなんですか。速い縦パスね、さっき教えたんです。使ってきましたね。ん、チャンスか、ドーグラス・ビエラ、あ、来た、おお、ゴール2点目。いやー、やっぱただいまのゴールはサンフレッチェ広島背番号10、森島つかさ、森島、ここね、森島、これねペレイラ持った時にちょっとねディフェンス下がっちゃったんですよね。その間に森島がいいところに入ってね、スルーパスからダイレクトシュートで、いや、あのチャットでも皆さん、いやー、コールアンドレスポンスしてくださってますよ、ありがとうございますちょっともうスタジアムさながらにねお送りしていきたい。これそうですね、この後ね、状況によっては無観客の可能性もね、残されているんで、そういう時用の練習もありますからね。皆さんもその画面の向こう側で叫ぶ練習っていうのもねありますからね。はい、いや、来た、カバー、おお、いや3点目入ったらねちょっとねゲーム決まりかねそうなんでね、決め、そうなんでちょっとここ前半は粘りたいですね。はい、ということで前半終了ということです。2対0、森崎浩二選手2点のリードで前半折り返しということなんですけども、前半振り返ってどうですか。まあ、さっきのね、あの初めて触った時よりはちょっと成長してるなと、意外と戦えるなっていう感じでしたね、カズの方が ね、はい、ただちょっとこう一発レッドというそんなシーンもありましたね、ありましたけども、はい、まあ、後半の巻き返しに期待したいところです。はい、はい、森崎ツインズとの中、森崎ツインズと中地のエンジョイ e スポーツをお送りしております。まあ、あの各プレイヤーね、あの部屋をしっかり分けて、我々も放送ブースね、あのアクリル板を、してね、そこで仕切って、まあ、あのコロナ対策して、お送りしておりますけれども、ここでクラブからの、お知らせなんですが、このコロナウイルスに対しての注意喚起として、中国電力様にご協力いただきましてですね、こちら手洗いうがいをしましょうアナウンスを、ね、させていただいております。森島選手かっこいいですね、はい、皆さんも引き続き、ね、うがいしてるみたいになってます、ね、うがいしてるみたいなポーズなんですけども皆さん引き続き手洗いうがい、ね、していきましょうね。さあ私からの告知は、はい、以上です。ではいよいよ続いて後半戦ということなんですけれども、後半戦はいやね、カズ結構カウンターからチャンスあったんで ね、あれ決め切ってればっていう、ところでしたけどね。まだ、あ、BK とかと、ね、そこまでね、いい、うまく守れたんですよ ね、はい、ということで後半スタート、左から右に攻めるのが森崎和之 CRM、 そして右から左に攻めるのが森崎浩二アンバサダーです。この辺落ち着いてゲーム作ってますね。ですね、一人少ないサンフレッチャーウェイ。いや、いいとこ。これね、スピード上げれないんですよね。今多分ね、後で思い出して今上げた感じ。あそこがとっさに出ればって感じですけどね。ドリブルしながらも、しっかりボールを奪い返す。
ナイスディフェンス。落としてるのかもしれないですけどね。お、さあまずは1点返したいところ、来た。いや、ベナ侵入した。あー、惜しい。あと、お、ファール？ん？ファールじゃない？ファールですね。フリーキックとなります。いや、いい位置、いい位置です。これね、すっごいいい位置なんですけど、ええ、ゲームのフリーキックめっちゃ難しいです。ああ、そうなん。もう試合だったらこれね、決定機なんですけど、これがうまくできるかどうか。多分初じゃないですか、フリーキックやるの。多分練習でもやってなかったと思うんで。さあ、どう来るか。おー、下？下から行きました。ボタン間違った可能性もある。さあ、あ、右から。いや、いいボール、いいボール。ここは落ち着いてる。新キャプテン佐々木のディフェンス、佐々木ね、まあ、プレー同様、実際のプレー同様、いいディフェンスですね。さあ、ここはいい展開、コージらしい速い攻撃、パスワークから。いや、やっぱね、やっぱね、コージらしい攻撃的なサッカーをね、見せてくださいますね、コージさん。これね、スイッチになるパスがね、さっと入る。若きゲームメーカー森島、ね、コージはそしてね、綺麗に崩し切りたいんですよね、多分ね。あ、おしゃれに。もう2点リードしてるから。さあ、前のドーグラス・ビエラに渡ったと思いきや奪われました。これね、多分ね、ちょっとね、2点リードしてるんで、いい形とか狙ってたりすると思いますよ、はい、なるほど。ちょっと心に余裕ができたんでしょうかね。今もう浮かせなくていいのをちょっと浮かしたりとか、まあ、もうこうドリブルでちょっと遊び出してるんですよ。いやらしいな、もう数ムカついてるんだろうな、これこれイライラして、もう削りに行きたいのは行きたいけど追いつかないっていう。いやー、おーっと、危険な位置に入ってきた。このもうね、崩し切ろうとしてますよ、ね、でもね、この粘り強い。カズワがボールをキープ。カズ粘り強い。オフサイドか。オフサイドだな、オフサイド。オフサイド。いや、これカズの粘り勝ちですね、今のはね。あーっと、素晴らしいディフェンス披露してくださってますね。一方、コウジさんもどんどん攻めてきます。いや、でもこれ1点入ったらね、流れ変わりますよ、これ。うん、いいボール入った。この後のサポート、ちょっと遅れたか。うん、野上から青山。いいよ、と危ない。危なかったですね。お、スペース、チャンスじゃないこれ。来た、ビエラ、右からクロス入れた。おー、いやー、惜しいな。いいの入ったよ。森島から柏。小石さんも予選のスピード速くなってる、ね、チャンスを作ってますね。レアンドロ・ペレイラ引きすぎたか。うん、いやー、ちょっとやっぱ一人少ないのね、影響出てきてますけど。さあ、70分、ゲームは70分まで進みました。もうほんと賞味ね、2、3分ぐらいなんで、2分あるかないかぐらい、実際の時間は。奪ってほしい。もうこれ数応援しちゃいましょうかね。え、ねえ、このね、画面上の下に大きいの映ってるんだけどね、見えきれないですよね。さあ、おちゃん、立てます。いいボール入った。ワンツーから、まだいける、まだ眠れる。カウンター、ナイス。そう、ここね、なかなかカウンターの起点が作れない。おー、いいぞ、いいディフェンス。うん、やっぱり初めてと思えない、もうこうゲームセンスありますね。今日やりだしたと今ね、もう指もうね、パンパンだと思いますよさっき肩も痛いって言ってましたからねうん、いやーと、やらせないですね、やっぱり ね、だいぶ慣れてきたんじゃないですか。うん、諦めない、ここも諦めない。そう、この気持ちは絶対つながるはず。
取られたらこれはよし、うまくかいくぐった。 OK 言っちゃってますねこれ登録さん。まあ応援しましょうもうね。いやおっとイメージはわかる、ながらイメージは、おおっとカズのディフェンス、カズここから全プレ全プレ、いやいけないか、こうね、うまく工事時間作って、これもう時間貯めて、あらもう残り時間、いやらしい、お5分少々取ったボール、いいの入ったんじゃない、ペレイラからスルーパス、あー通ればっていうところ、もうね、しっかりこのやっぱペレイラね、本物さながらのこのキープ力、ね、この間に周りがね時間作って飛び込んでくる、キャッチ、20歳の新守護神、ね、やっぱあのポストプレーの間にね周りね攻め上がってきて、2点目もそうでしたもんね、いやらしい、遊んでる、いやテク使ってきた、ねほらこれゴール前に PK 刺さって、いやーゴール3点目、うざい、いや決めたのはこの選手、ただいまゴールはサンフレッチェ広島背番号9ドグラスビエイラードグラス、今ねドグラスゴール入る前に何個かね使ってきましたからね、テクね、数はかなりイラついてると思う、さあそして後半アディショナルタイム、いや最後技を見せた今今あれもねさっき教えたんですよ、ルーレット、ルーレット一心向かいましたね最後ということで、森崎スイーツと中西のエンジョイ e スポーツ第1試合、森崎浩二 VS 森崎和幸、後半を終了いたしまして3対0、森崎浩二の勝利です。ではそれぞれの選手に感想をいただいてもいいですか。まずはカズさんいかがでしたでしょうか。いやーやっぱりですね、あの早尾の退場が痛かったですね。いやね、結構早い時間での退場、やっちゃった、スライディングするつもりじゃなくて、ボタンを完全に間違えました。あるあるですね。ちょっとね、まあ、今日デビューというのがそこに出たんでしょうかね。一方おめでとうございます森崎浩二選手、いかがでしたか。まあ決定力の差でしょうね。ね、前半ちょっと意外とやるなってヒヤッとしたんじゃないですか、数が、ね、いや、あの思ったよりも緊張してました。そうね、緊張の方ね、数が良かったんじゃなくて工事の方が悪かったっていう出来が、はい、結構はい、出来も良かったんですけど、コントローラーを触るときに結構指が震えちゃって、結構難しいなと、緊張してやっぱこう負けられないっていうプレッシャーが結構あったんで、やっぱりね、もうあの先制点が楽になりましたね。 あの関係ないところでスライディングをしてくるなるほど、まあでも勝利ね、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。では敗れた和幸選手、あの冒頭でお伝えしていた通り罰ゲームをお願いいたします。どんな罰ゲームなんでしょうか。これもうすぐやるんですね。はい、現在 YouTube、276名が視聴中ですけども、はい、その皆さんの前でカズさんがあのね、俺たちの誇りがどんな罰ゲームしてくれるか。いやーこんな感じですね。いやこれは、はい、豚っぱな、うん、な、あでもあでもなんかかわいいですよ。なんかこういうアプリありますもんね。チャーミング、ね、チャーミングね。チャーミング、なんかオンラインだと反応がわからないのは怖いですね。あのカズさんのこの罰ゲームの感想などもぜひぜひ皆さんつぶやいてチャットしていただきたいなと、ちょっとタイムラグがあるんですね、思いますけどね、よろしくお願いいたします。別に全然可愛いやつじゃないですか、ぱっ、ね、と見、あのこの後解説ですが、ぜひそれをつけたままお願いしますね。はい、了解しました。はい、ということで、はい、第一試合以上をもちまして終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。いやなんかいろいろ皆さん
チャット書き込んでくださってます。逆じゃないとかね、つけてる方が早尾泣いてそうとかむちゃくちゃ似合ってますよ、あ、むちゃくちゃ似合ってますよ、いただきましたよ、夢中になるなとかね、罰ゲームじゃないんじゃないですか、今の本当はちょっともう可愛いって分かっててつけてんじゃないですか、ね、ぜひ。ではでは、じゃあ2試合目となりますんで、はい、それぞれの選手移動の方よろしくお願いいたします。そしてまたまた僕の方からですね、クラブからのお知らせをさせていただきますが、サンフレッチェ広島では新型コロナウイルス感染拡大予防のため困難な状況が続く中、パートナー企業 PR サポートショップの皆様、地域の皆様に少しでもお役に立つことができればとの思いから、公式ホームページにてテイクアウトで営業されているお店や通信販売を行っている店舗を、ご紹介させていただくことになりました。サンフレッチェのファンサポーターの皆様と魅力的なサービスを提供いただける、皆様と結び地域の活性化活力アップを目指してまいります。地域の皆様と共に乗り越えていきたいと思いますので、皆様ぜひご活用ください。ちなみに各地域による応援企画の方なんですが、現在ですね、五日市コイン通り商店街の、店舗応援プロジェクトですね、個店舗応援プロジェクト、そして、つながる横がテイクアウトデリバリー、みんなの気持ちが届く広島プロジェクトなどなどがございまして、サンフレッチェ広島地域応援プロジェクト掲載店舗数は現在39社ございましてですね、ぜひこの機会にいろんなお店ご活用いただきまして、広島をどんどんみんなで盛り上げていきましょう。以上、私からの、紹介でございました。あ、サンチェもそしていろいろとこう書き込んでくれてますけどもね、サンチェジュニア君もありがとう。今日はぬいぐるみでサンチェフレッチ参加してくれておりますね。カズさん、その格好で解説するんですかとかね、お花をつけたままカズさんかわいいとかいろいろ皆さん書き込んでくださってますけども、ありがとうございます。引き続きチャットとリンクしてね、お送りしていきたいと思います。では、はい、続いて2試合目となります。続いてホーム森崎浩二選手、アウェー中島浩二選手のダブル浩二対決、別名いつか2人でソフトバンクの CM 出れたらいいですよね対決と、ね、台本書かれてますけども上戸彩さんとの、ね、共演目指して頑張っていただきたいなと思いますけども、解説は、いや先ほどなんかちょっとなんか今日デビューとは思えなかったっすよ、いや立ち上がり良かったんですけどね。いや良かったっすよ。いやなんであそこで早尾がスライディングするかボタンをあれタックルボタン押したかった、もう焦ってしまってね間違えちゃいました、ね、いやー惜しかったっていうか早尾っす早回りっすね。早尾選手はやっぱ思い入れもあるんじゃないですか、ね、今シーズンからね8番をカズさんの後継者ということで、そうですね、うん、まあ頑張ってほしいですね、ね、はい、はい、ということでカズさんに解説をお願いしたいと思います。カズさんめっちゃ可愛い、めっちゃいただいてますよ、羨ましいなのこれ、うん、バスゲームになってないんじゃないですかこれはい、ということでダブル工事対決となります。はい、ではでは、はい、まずはちょっと中地さん、アウェーの中地選手ユニフォームを着替えられて、これサンフレ対決ではない、次は、そうですね、さっきがサンフレ対決だったんで、はい、ちょっとサンフレ対サンフレずっと続いたら面白くないのかなと思ったので、僕は古巣のベガルタ仙台で挑みたいと思います、なるほど、そうなんですね、ちょっとガチのこう J リーグって感じなんですが、はい、はい、意気込みを聞かせていただいていいですか。あの5月からやりだしたということなんですけどもね。そうですね、まあ、こういうのを配信していこうってなってから、ちょっとプレステ4を貸してもらって、もう家で結構子供とやったんで、子供はねもうどん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 上手くなっていくんで、上手い選手を相手にしてるとやっぱり僕も伸びるなっていうのは、はは、ちょっとサッカーと似てるなという、うまい選手に勝つためになんか方法とかいろいろ考えてたら、なんとなくできるようになりました。なる、ちょっと楽しみにしています。まあでも浩二さん、はい、なかなかね、まあ浩二さん、あの森崎浩二さんなかなか手強いですよ。そうですね、まあやっぱりなんかね攻撃の形とか浩二らしいなっていう感じなので、はい、でもカズの敵取りたいと思いますので、いやー期待してます。あとは多分カニトップのね仙台ユニフォーム懐かしいっていうチャット入ってきました、はい、見てくださってます、カニトップ来たーとね、はい、その
まあ、今は違いますけどね、はい、今違いますけどね、はい、では一方第一試合見事な勝利、森崎浩二選手、意気込みお願いします。いや、僕がホーム側なんですけど、はい、今の中井さんのコメント聞いて、完全アウェーなんじゃないかなと、はい、僕に負けろという空気が漂ってるんじゃないかなと、それがちょっと、怖いです。まあ、中井さん、まあ、一応、まあ、サンフレッチェチャンネルからの配信ということで、ね、お送りして、まあ、そうね、そうですね、中井さんは大人なので、はい、みたいなところもあると思うんですけど、どまあでも、そうですね、まあ、でも負けられない、でも勝負の世界なんで、はい、しっかりやって、あとは視聴者の人も、多分双子が並んで、ね、はい、何かやってくれる方が見たいのかなと思いますので、ぜひ頑張って、勝ちたいと思います。ちょっと罰ゲームはね、コージアンバサダーだと、ね、言わんばかりのコメントなんですが、どんな戦いになるんでしょうか。では森崎スインズと中地のエンジョイ e スポーツ第2試合、森崎コージ VS 中島コージ、まもなく前半のキックオフです。さあ、ルールの方は引き続き基本的なルール、 EJ リーグにのっとって試合時間6分ハーフ、難易度はワールドクラスシングル戦での結果となります。同点の場合は、もう一度、試合を始めて V ゴールゴールデンゴールでいきたいと思います。試合中の一時停止は5回まで、もし通信が切れた場合は後半始まっていない場合は再試合、後半始まっている場合はその時点の結果とさせていただきます。また左側から、右に攻めるのが森崎浩二選手、右側から左に攻めるのが中島浩二選手となっております。解説は森崎和幸 CRM、 よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでどんな戦いになるんでしょうか。第2試合まもなくキックオフです。さあ、サンフレッチェ広島ボールでスタート。まあ、先ほど第1試合でカズさんもこのゲームされたんで、このゲームというものが一体どういったものなのかっていうのが分かったと思うんですけどね。そうですね、おそらく中地さんは工事のやり方を分かっていると思うんで、そこをどう対応して勝利に結びつけていくかっていうのをちょっと見てみたいですね。ねえ、はい、さあ仙台左から攻めていきます。長瀬のやっぱこうプロとしてのキャリアね、スタートしたのがベガルタ仙台ということでね、ベガルタ仙台初代10番背負われまして、でまた公式戦初ゴールしたのも仙台では中地さんだった、やっぱこうね、思い入れがあるんでしょうかね。そんなベガルタ仙台を使用しての、本日の対戦第2試合になっています。いや、この第2試合も森崎浩二選手、攻撃的サッカーをね見せてくれてますけども、ちょっと胸で落として入れる、ちょっと硬い試合になりそうですね。ねえ、一進一退の攻防続いています。完全に2人とも使いこなせてますね。ねえ、僕が何だったのかっていう話、レベルの高い試合になってます、ね。はい、いや、でもカズさんも今日デビューとは思えなかったですよ、あのディフェンス。やっぱカズさんのサッカーされてましたけどね。守備に重きを置いた。さあ、右から佐々木対決、佐々木翔新キャプテンが制しました。本当はチームとしてはサンフレッチェを応援したいんですけど、個人的にはやっぱ中地さんを応援したいですね。はい、完全にやっぱ罰ゲームは弟、はい、お前もしろと言ったところなんでしょうか。最後ちょっと遊ばれちゃったんで、はい、お、来た、おーっと、シュート打ってくる。いや、大阪ナイスセーブ。仙台もいい攻めでしたけど、オフサイドがありましたね。サンフレッチェらしい固い守備でした ね、うん、ね、はい。さあ、野上から青山、青山から川辺、川辺、また青山へ。しっかり組み立ててますね。さあ、はい、組み立てきっていきます。川辺ペレイラと、ここからゴール先制。ただいま
ルはサンフレッチェ広島背番号9ドーグラスビエイラードーグラスドーグラス、ここでも決めてきました。今日3点目ですか、ドーグラスビエイラー選手。いやー、ドーグらしい、ね、素晴らしいファーストタッチからのゴールでしたね。さあ中地さん、1点返したいところ。さあ右から新キャプテン佐々木をしっかりボールを奪う。いや、しっかり繋いできます ねあれがムカつくんですよ、プレーしててあ、コンディションが、はい、パス回しに。いや、ちょっと遊んできます。おっと、皆さんコール&レスポンスしてくださってますね。お家で YouTube の前でぜひ叫んでいただきたいなと思いますけども、緊張迷惑にね、ならない範囲でね。ナイスディフェンです。さあ仙台右へ展開、早い攻撃。いやー、素晴らしい守備ですね。やっぱりこう中島さんらしいね、タフなサッカーをしてきますね仙台。でもやっぱりお互いいいサッカーしてますね。チャンス、吉野恭平フルーツ対決。来た、おーっとシュートにはいたなんですね。イサク・クエンカ、おっと来ましたね。ナイスです。さあレアンドロ・ペレ、いかない。まあでもペレイラも前でいい起点になってますね。そうですね、どっちもやっぱり主導権を握らせないような戦いになってますね、はい、しかし現在1対0サンフレッチェ広島がリードしています。お、チャンス、クエンカーから来た。青山、おっと、おっとナイスブロック。守備が粘り強いですね、本当に。おっと、ボロバレ、おっと、大阪ナイスキャッチ。いや、なかなか見応えありな、いやそんなサッカーになっています。現在サンフレッチェ広島1対0でリードしております。さあ、まもなく前半終了。仙台はちょっとボールは持ててますけど、サンフレッチェの守備は硬いので、なかなかシュートまでいけないですね。前半アディショナルタイムに入りました。どんどん攻撃仕掛けてきますけどね、なかなかやはりこう硬い守備見せてくれてます、サンフレッチェ広島。まもなく前半終了となります。はい、というここで前半終了です。いやー、勝さん、前半ご覧になられていかがでしたか。そうですね、まあ、本当に、まあ、チームとしてはサンフレッチェ勝ってるんでいいんですけど、はい、やはり中地さんに個人的に頑張ってほしいです。後半の巻き返しに行きたい。中地さん頑張ってください。リベンジで、ねえ、コウジさん1点入れました、いかがでしたか。いくよ、いくよ。いや、やっぱり先にゴール決められたんで、気持ち的には楽ですし、まあ、この完全アウェーの中で、はい、まあ、僕は自分と戦いたいなと思います。自分と戦う、はい、はい、中地さんはいかがですか。これ
なんかちょっと、なんか攻撃的な選手だと思ってたのに、思ったよりも守備が硬くてですね、びっくりしてます、うん。まあ、どうね、後半ね、そのなんか、守備を破っていくか、はい、期待しております。崩します、崩して点を取る、はい、楽しみにしています。はい、はい、ではまたまた僕からのお知らせなんですが、コロナ対策の注意喚起の一環としてサンフレッチェのね、スポンサー様にご協力いただきました。こちらは距離を取ろうアナウンスなんですけどね、ハイネル選手コーナーキック、綺麗なフォームでね、ボールを蹴っているそんな写真を使われた、コカ・コーラ様にご協力いただきました、ソーシャルディスタンスね、皆様保ちましょう。ではでは続いて第2試合後半を見ていきたいと思います。さあ、これあれか、どんな戦いになるんでしょうか。さあ、後半始まりました。後半はベガルタ仙台ボールでスタートです。まあ、次の1点が大事になりますね。ですね、はい、まずは1点返せるか。ボールカット、さあしっかり中盤でパスをつないでくる。ちょっと工事本当に使いこなせてますね。ねえ、本当にサンフレ、やはりこう、はい、EJ リーグ経験者、あの緊張感の中でね、きた、おっと、おっと仙台も許さない、ナイスディフェンスですね。さあ仙台ボールです。パスで崩すと中根さん言われてましたけどもちょっとゴール見たいですね。ねえ、さあ、まあでもサンフレも硬いね、守備、キーパー使ったビルドアップしてきますね。お、チャンス、チャンス、お、チャンス、チャンス、大阪キャッチ。さあ右ハイネルからとかわして、がしかしまだいい形で奪いました。わあ、硬い。左サイド柏から森島、ホットライン、柏が入ってくる。ナイスキーパー。いや、ちょっと一進一退の攻防続いてますね。現在サンフレッチェ広島が1対0でリードしております。サンフレッチェ広島、森崎浩二アンバサダー、そしてベガルタ仙台、中島浩二さん、1点返すことできるんでしょうか。と、今日はたくさんゴール決めてますね、ドグラス・ビエラ。ああ、いいボール来ましたね。いいボール来た。左側来るか。来た。来た。どうする、どうする。どうなる。ああ、とこれは合わない。あそこが硬いんですよね。最終局面のとこは。さあ、右。ハイネル選手。青山から。ペレイラ、この辺りのコンビネーション、マスターに本当のこうサンフレのサッカーを見てるみたいです。チャンス、あ、ナイスキーパーと、パスで崩しにかかる中地さん、お、来た、来るか。いや、ここが硬いんですよ、ね、何度も言ってますけど、あれをこう破れない、なんか腹立ちますね、見てて本当に。はい、来ました。来た、かわして、いや、と硬いですね。誰ですか。佐々木翔、翔は硬いですよ。さすがに。森島、ペレイラ繋いで、ビエイラ、ハイネル前へ、スピードのある高速ドリブラー、ハイネル右からクロス入れましたけどもね、ブロックされました。いやらしいサッカーしますね。いや、今工事は。いや、なかなか堅い守備、本当に素晴らしいですね。
コーナーキックからセネボール、いや戻りが早いですね、サンフレッチェ。やっぱサンフレッチェのサッカーやってますね。いや、 やってますね、完全に、ね、守備が固くて攻めの時はコンビネーションでムービングフットボール。センターチャンス来た、チャンス、あー、それだー、ビッグプレー出ましたね。惜しいシーンでした。いやちょっと僕のリアクションが合ってるのかよくわかんないですけどなぜか仙台寄りみたいな中地さんですかね中地さんより、ね、中地さんよりで言ってますから、お、ここで選手の交代です。誰を入れてくる、あー、ここで選手の交代です。サンフレッチェ広島背番号10森島司に代わりまして背番号20永井亮が入りました。さあ今年新加入永井亮トップ下に入りましたね。ワンタッチゴーラー、裏への抜け出し、素晴らしいポテンシャルを持っている選手です。もしかしたらもう1点狙いに来てるかもしれないですね。とどめの1点をもう時間的にもね、あと1点入れたらまあでかい。一方永井さんが1点返すのか。残り時間10分です。うわー、いやらしいですねこれ。さあうまく時間使いながら左足から、おっと青山ハイデルクロス入れて、おー、ナイスキーパーナイスキーパーナイスキーパー中地さん推しです。カズさん、もう力入りすぎ、力入りすぎて、もどうしても弟カズさんにも罰ゲームをね外れました、してもらいたい、その気持ちがものすごく感じますけども、さあ柏からレアンドロ・ペレイラ、ちょっとうまく時間使ってますね。さあまだまだ柏左からチャンスと、ベガルタ仙台カットです。おっと、おパスミスかこれ、危なかった、ナイスキーパーなんか聞こえてきましたね、隣の部屋からカウンター、カウンター仙台、さあ左かしは、いやナイスボール、長い折り返して、おっとボール奪われた、今度仙台のゴールです。仙台、あっと前線の選手に、あっと届きましたね。さあここから右を攻め上がるクロス、おっと気がつけば後半アディショナルタイム深井、ちょっとボールキープありましたねこれ、ここで試合終了、森崎ツインズと中地のエンジョイ e スポーツ第2試合、森崎浩二 VS 中島浩二ダブル浩二対決、後半を終了して1対0森崎浩二の勝利です。いやいかがでしたでしょうか、中地さん、どうでした？いやどうでしたか？はい、僕、どうでした？いや、決めきれなかったですね。あと、やっぱなんか、攻撃よりディフェンスうまいなという。おちょっと第1試合はね、攻撃面ですごいね、いいプレーを見せてくれてましたが、ね、大事だよ、こうディフェンスがね素晴らしい、甘か、はい、甘かったです、まあ、でも決めるとこね決めてればっていう感じでしたけど、もうここね、もうちょっと映さないでもらっていいですかこれディープレイごめんカズ、カズごめん、いやもうごめん、中井さん結構期待してたんですけどね、ね
結構チャンスあったんだけどね、やっぱ、うん、最後のとこで締められた、サンフレッチェっぽいなと、締めるとこ締められた感じです ね。やっぱサンフレッチェのサッカーしましたね、浩二さんね。浩二さん、2連勝でした、いかがですか。最高です。超機嫌いい。なんか皆さんが、おそらく中井さんに勝ってほしいという願いがね、かなり伝わってきてたんで、アウェーの中、僕の中でのアウェーの中でなんか皆さんがシーンとする静まり返る気持ち、心地よさが、かなりありましたよ。はい。おめでとうございます。浩二さん強い、うまいとかね、浩二さんうますぎるとかね、いい試合だったなとかってね、皆さんそれぞれコメント書き込んでくれてますよ。はい、本当にまあ、EJ リーグを、ね、実際選手として経験してるんで、はい、その面目は保てたかなと思います。はい、プロ以外には負けないですねってね、ひまだらさん、はい、佐久斗さんに敗れてね、セレッソの。ね、そうですね、はい、素晴らしい戦いを見せてくださいました。ではでは、お約束通り、まあ、カズさんもね、してくださいましたが、中地さん、はい、罰ゲームお願いします。こんなことをもうサンフレッチェのレジェンドたちにしてもらっていいのかなってところなんですけれども、まあ、カズさんも聞いていただきました。中地さん、どんな罰ゲーム待ってるんでしょうか。さあさあ、何を披露してくださるんで、おっと、これはド派手、ド派手アフロ、ボンジーア、ボンジーア、トドメン。あ、なんかでも、あんまでもなんかユニフォームのカラーリング、違和感ないっすよ。なんか違和感ない。これ、なんか似合ってますね。なんかね、似合ってる。なんかこう、南米の選手でいてそう、コロンビア代表の選手とか何でしょうか。バルデラマス。そう、そう、分かってくれた。中井さんの好きなバルデラマス。そう、好きな選手バルデラマス。その、ね、だから今日のゲームはそれ出たなと思って、途中までいいんですけど、決めてるとこ決めれないみたいな、作りはいいけど、やれない感じが、はい、バズっていうか、なんか別にこれ普通ですね。やっぱりこうみんなのね、感想同じですね。海潮さん、中井さん、ユニと合ってる。ヒロさん似合ってる、中地さん、笑い、中地さん楽しそうだなとかね、皆さんそれぞれつぶやいてくれてますけども、なんかこれもじゃあなんか罰ゲームというか、罰ゲームではないです ね別に。本当いてそう、全然自然っていう。いや、いないでしょ。いてそうではいない。はい、ということで罰ゲームありがとうございました。以上もしましたね、森瀬ツインズと中地のエンジョイ e スポーツ、終了となりますけども、これやりたくなってきた人いる。これ自分で乗り遅れて。浩二さん、浩二さん負けたらそれをやるという予定だったんですが、はい、はい、まあ、なんか僕勝ってるだけでなんか滑ってる感じがあったんで、なんか仲間外れにされてる気分だったんで。逆にもうやっちゃいましたよこれ。なるほど、ありがとう、サービス精神豊富ね、ちょっとまたリベンジマッチやりましょうよ、カズ、もうちょっと練習して、ね、ぜひそのままの格好で帰宅してくださいって、はい、サポーターの方からちょっと入ってます、どっか連れてかれたら、連れ戻しに来てくれるなら、帰ります。そうですね、ここだけにしておきましょうか、はい、では改めて選手の皆さんから、一言ずつ、今日の感想、聞かせていただきましょう、じゃあ、まずは2連勝おめでとうございます、コージアンバサダー、いかがでしたか。まあ、こういう機会を、ね、また作って、まあ、現役選手も巻き込みながら、まあ、e スポーツを、ね、楽しみたいなと思ってます、はい、でやっぱり罰ゲームを、ね、もっとかなり無茶ぶりな罰ゲームをもっとしたいなと思ってます。罰ゲームの精度も上げていくと、はい、これからね、あと、勝利、乾電池じゃないですか今回は、はい、それはもう少しテレビとかがいいですね。ああ、そうです。もうちょっと、まあ、豪華に、はい、ね、もう華やかなプレゼントが、華やかなものにしろと、はい、豪華な商品が、はい、はい、後ほど、乾電池4本かける2本プレゼントさせてもらいます。はい、はい、続いて中地さん、いかがでしたか。本番さながらの緊張感で、
普段やってたプレーができなかったので、ええ、ちょっとまだ公式戦慣れしてないなっていう感じです。これ本当にやっぱりゲームですけど、ね、コージも緊張してたっていうさ、一戦目やってるのが大きいのかなと思って、なるほど、緊張感が、ね、意外とあって、なんか、局面でやっぱり慌てちゃうというか、この辺がちょっと敗因かなと思うので、これゲームですけど、本ちゃんの試合に近い感覚っていうのは味わえましたね。ちょなんかコージさん、なんかちょっと前前の音がうるさくて、中西さんのお声が聞こえない。はい、ではなので、はい、またやりたいです。はい、またやりましょう、ぜひ。期待お願いします。はい、そしてカズさんいかがでしたか。本当にもう楽しかったですし、まあやっぱりちょっとまだコントローラーの使い方に慣れてないので、ちょっとでも慣れた時のカズさんがちょっと脅威ですよね、怖いですよね。多分僕伸び率あるかなと思うんで。いやー、なんかそんな気配してます。ただまあ勝負には負けましたけど、こう周りの方だったり、はい、視聴者の方が、多分もう僕の応援をおそらくしてくれてたと思うんで、その気持ちが伝わってきたんで、ね、もうそれだけでも良かったです。俺たちの数よき家でちゃんと歌ってくださってましたよ。もう、だからまあ結局コージには勝ったっていう感じですね。、はい、ね、はい、ゲームで負けた結果勝った、勝ちました。どこまで負けず嫌いなんでしょう、ダブルコージね。だ、いや、じゃあ僕も勝った。じゃあ僕も勝ちました。僕も勝ちました。僕も勝ちました。勝ちました。勝ちました。目立ってる。コージより画面でも上にいるし、目立ってるんで勝ってます。目立ってるんで。まあ、ちょっとコージ面白くないですよね。もうやめたら。いや、ちょっとなんか1試合目負けたなんか悔しさがちょっと攻撃でまた出てきてますけどもね。外しました。ご覧くださった皆さんはいかがでしたでしょうか。我々初の、ね、まあ、サンフレッチェ広島としては初の試みで、まあ、行き届かないところもあったかと思いますが、改善しまして、また、まあ、皆さん言われてましたように、近々第2回目開催したいと思いますということで、ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。では改めて最後に、森崎和幸 CRM から皆さんにご挨拶いただきたいと思います。そうですね、まあ、これだけ、サッカーがない日常っていうのは、まあ、ファン、サポーターの方にとっても初めてだと思いますし、まあ、僕にとっても初めてですけど、まあ、必ず、また、元の日常が戻ってくると信じてますし、まあ、その際にはまた皆さんとチームの勝利だったり、まあ、サッカーの楽しさだったり感動を一緒に共有できたらいいかなと思うので、もうしばらくお待ちになってほしいなと、そしてこれからもサンフレッチェの応援をお願いしたいなと思います。はい、ありがとうございました。では以上をもちまして終了とさせていただきます。でライブ配信後なんですが、30分から1時間で今ご覧いただいている YouTube サンフレッチェ広島公式チャンネルにて、録画した内容を、視聴できるようになりますので、ね、こちらも、楽しんでいただけたらと思います。では皆さんありがとうございました。さようなら。